情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画興味深い面白いと思った方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、拡散ボタンでぜひ拡散してください。いやー、このね、まあ間もなく大晦日、明日大晦日ですけどね、いやーちょっとね、ウクライナがね、昨日まあ最大出力のですね、空爆、ロシアからのね、空爆食らいまして、大変大きな犠牲が出たということで、本当ロシア卑怯ですね。まあ、単純にですね、ミサイルの在庫の補充が、まあ、なかなかできなかったんですよ、ロシアは。なんで、貯めて、この冬の時期ね、また去年もやったインフラ攻撃。まあ、その寒さでね、まあ、そのウクライナの人々をですね、凍え死にさせようというですね、まあ、極めて卑劣な、まあ、作戦をまたやってきたということでね、まあ、各紙マスコミ報じてますが、まあ、ウクライナ側もですね、まあ、これをだいぶ防御はしました。で、その辺のですね、まあ、ちょっと情報をね、今日、まあ、ぜひ皆さんちょっとまとめておきたいなと、思うんですけれども、まずですね、ウクルインフォルムの平野さんですね、昨日の大規模攻撃のミサイルごとの撃墜率、撃墜できるものとできないものが、明確に分かれてしまっているということで、これはウクライナ、バトルマップというですね、オシントアカウントからのですね、まあ引用ですね。まあそれによるとですね、12月29日、ウクライナが撃墜したミサイルとドローンの、内訳ということで、X101、ミサイルのですね、90発、これ撃ってきたらしいですが、87発はですね、撃ち落としました。撃墜率 96.6%。キンジャールですね、例のね、あらゆる防空網を突破すると言われている。キンジャールはですね、5発撃ってきたんですが、なんと、1発も撃墜できませんでした。5発全部当たってしまいました。それから弾道ミサイルですね、これ14発撃ってきたんですが、これも、防げませんでした。はい。それから KH-22、これ巡航ミサイルですね、これ8発撃ってきましたが、これも、全部撃ち漏らしと。それから、KH-31P、KH-59 ミサイル、これもですね、5発撃ってきたんですが、これもですね、1発も撃ち落とせませんでした。それからシャヒドですね、まあ、イラン製のドローンですけれども、36機、撃ってきたんですが、27機撃ち落としました。75% の撃墜率ということで、もうロシア側が何を狙ってたかこれわかるでしょ？明らかにですね、このウクライナの防空システムをですね、飽和させてね、飽和状態にした上で、このまあ、キンジャールとかですね、まあ、弾道ミサイルなんかを使ってですね、まあ、民間インフラね、まあ、それから、まあ、軍事目標も撃ってきたのかな、まあ、ちょっとね、もうめちゃくちゃなんでよくわかんないんですけど、まあ、そういうことをやってきたと、いうことです。で、この件に関してはですね、軍事ブロガーの、JSF さんもですね、コメントされてるんですけど、KH-101、これ X101 とも言うんですが、巡航ミサイルですね。まあこれ、もうほぼ、撃墜しました。しかしですね、キンジャール空中発射弾道ミサイルと、イスカンデル弾道ミサイルは全て防げず、パトリオット未整備の地域が弾道ミサイルで狙われたのだろうか、点々ということです。いいですか？パトリオット未整備の地域が弾道ミサイルで狙われたと。ね。これ、ミサイル落ちたら人が亡くなるわけですよね。パトリオット未整備の地域ってね、朝日新聞、毎日新聞聞いてるか？な？日本がアメリカに輸出するってこの パトリオット。ね。これの未整備の地域が狙われた。つまり、そこに住んでいるウクライナの方が、ね、ロシアのテロ攻撃によって亡くなってるわけですよ。ね。何が平和だと。ね。何が緊張を高めるのと。緊張を高めてるのロシアじゃねえかって話ですけど、まあ、なんとも思わないんですかね。いや、本当にね、今日私、ツイッターでもね、投稿させていただきましたけど、まあ、毎日新聞、それから朝日新聞のね、人権意識、これってどうなってるのかと、ね、外国人の人権どうでもいいと思ってるんですかね。明らかに侵略戦争を仕掛けてるのはロシアだし、今回標的になったのは、ね、まあ、民間施設であったわけでしょ。ね、で、それを防いだのが、パトリオットミサイルで。ね。で、そのミサイルを日本からね、まあ本当はウクライナに直接持ってきたいけど、アメリカ持ってって弾付きでね、ウクライナ持ってくっていう話にさ、なんでケチつけるんですか？ウクライナ自分のこと守ったらいけないんですか？やられてろってことなのと。ひでえ話だなというふうに思いました。はい。まあJSF さんのですね、まあ推察によれば、パトリオット未整備地域が、まあ、弾道ミサイルで狙われた可能性があると。いうことで、本当にね、これはもう、ひでえ話だなと。東大のね、鈴木和人先生もね、こんな風にツイートされてますよ。パトリオットの輸出を間接的にウクライナを、支援すること。で、それがですね、日本が作った兵器で人を、ピース、ね、撃つという理由で止められるのかと。ね、輸出して、ウクライナを支援することで、日本が作った兵器で人を救うと考えられないだろうかと。まあ
全くその通りですよね。ね、日本が作った兵器でね、人が亡くなるんじゃないんですよ。日本が作った兵器で人を守るの。ね、ウクライナの方の命を守る。人権守ることでしょ？なんでこれに記事つけるのかと。ほんと腹立つなと。でね、引用しているのがですね、アントン・ゲラシェンコさんね。はい、ウクライナの大統領顧問でしたっけ？ちょっといつもこの人の役職間違えちゃうんですけど、インターナルアフィアだから内務省か。ウクライナ内務省顧問のね、アントン・ゲラシェンコさんの、非常に悲しい写真ですね。ぬいぐるみね、もう本当に、瓦礫の中にあるぬいぐるみの写真ですよ。もう本当に、ほこりまみれのね、その写真をですね、クリップして、子供たちの安全を守るために必要な武器を与えてくださいと、いうふうにですね、ウクライナ政府をね、代表して、ゲラシェンコさんおっしゃってるんですが、これに対してですね、地域の緊張を高めるので、兵器は出すべきでないって。それ、ロシアを怒らせるから出すべきでないとか、そういう意味なの？何なの？って感じですよね。本当にね、毎日新聞、朝日新聞ね、人の命を何だと思ってるんだということでね、もうこれ本当ひでえな、いうふうに思いました。で、これに関連してですけれども、鶴岡道人先生ね、はい、こんな、投稿を上げていらっしゃいます。12月29日ですね、ポーランドに、ミサイルが実は飛来したんですね、ロシアのね。で、その件に関してですね、ポーランドへのミサイルの飛来は、ロシアの巡航ミサイルで、ポーランド上空を3分間通過したと、ポーランド、軍参謀本部発表と。ポーランドと同盟国のレーダーが終始追跡していたことと、とりあえず、本件は穏健に終了と。ただ、ロシアがウクライナ西部へのミサイル攻撃を続ける以上、事故を含めてポーランド領内への着弾は常に、懸念がですね、存在すると、いうことですね。はい。で、引用しているのがですね、これ、なんとか、スズタブジェネラリーワーク、WP ってやつですね。これ、ジェネラルオフィスオブポーリッシュオームドフォー、あれだ。ポーランドのですね、ポーランド軍の、司令部ですね、のツイートを引用されてます。これ、ポーランド語で書いてあるんですけど、ちょっと Google 翻訳で、翻訳したところによるとですね、こんな風に書いてます。お知らせいたしますと。金曜日、現地時間7時12分、ウクライナ国境側から、ポーランド国境に、物体ですね、物体が飛んできたと。で、ポーランド領空の心配がありましたと。約3分間と。私たちはそれをロシアの、巡航ミサイルであると特定したということです。ミサイルの、飛行経路は、ポーランドと同盟国の両方のレーダーシステムによって常に追跡されていましたと。防空システムは使用可能な状態のままでした。さらにこの地域を哨戒していた F-16、戦闘機ですね。ミサイルが、戦闘機であれば攻撃機でもありますけどね。はい。ミサイルがポーランド領空を通過した、ポーランド領空を通過したと。で、その地域に、一応、スクランブルで出ていたみたいです。さらに、レーダーシステムから、データを検証するため、地上軍、空軍、領土防衛隊の兵力と、資源が、配備され、地表での物体の、飛行軌跡を、追跡したと。私たちはポーランド軍の兵士及びその他軍事の行動に対するルブリン地域住民の警戒協力理解に感謝したいと思います。さらなる情報は継続的に提供いたしますということです。もう本当とんでもないですね。ウクライナ攻撃するのにですね、ポーランド領空をね、勝手に通過してミサイル撃ってきた。ポーランド撃ち落とさなかったですけどね。撃ち落とすこともできましたね。もう今度やったら撃ち落とすんじゃないかなとか思うんですが、これも一触即発ですよね。はい。前にウクライナがね、間違えてその対空ミサイルね、あらぬ方向に飛んで、ポーランドに落ちちゃったってことありましたけど、今後ですね、こういったね、不法行為ですよ。ロシアのね、こういうもう無茶苦茶な攻撃をしてくるにあたってですね、周りの国にも当然問題が及ぶと。ヨーロッパもですね、この件ね、それから国連もそうですけど、だいぶちょっとやっぱ巻き直しが入りましたね。支援疲れとか言ってる場合じゃねえと。ね。そういうプロパガンダに乗ってる場合じゃねえと。これマジでウクライナ負けたら大変なことになるんじゃないかっていう危機感がですね、だいぶ共有されたのではないかなと思います。で、朝日新聞のですね、藤原志学さんという記者の方ね、この方、たまにいいこと言うんですけど、今回のですね、大規模攻撃、最大規模攻撃というふうに言ってますけど、これのまとめとしてですね、被害状況ね、こんなふうに書かれてます。これ朝日の記事から引用なんですけどね、亡くなった方が30人、負傷した方が160人以上ということです。ポーランドに、飛行物体、ポーランド軍、ロシアのミサイルだと、さっきの話ですね。参謀本部というか、ロシア、司令部ですね。はい、ポーランド司令部も言ってました。それから、ゼレンスキー氏、世界の反応が極めて重要だと。そしてバイデン大統領、米議会は新年に緊急行動をと呼びかけてます。国連事務総長、最も強い言葉で非難と。
で、イギリスですね、防空ミサイル2発供与へという、日本も供与した方がいいんじゃねえかこれ。これはもうとんでもない話でね、ロシアにそういうこと許したらいけないと、ね、許せんということをね、きちっとね、示すことが大事かなというふうに思うんですね。で、この件に関してですね、またね、ロシア側のですね、都合のいいプロパガンダを拡散している人がいるんですよ。で、それに対するですね、批判をね、東夏子先生がツイッターで投稿されてましたんで、これこのままちょっと読ませていただきます。自称オシントアカウントさんである医学部所属の特任教授さんの自信満々のポストを修正するのは大変心苦しいのですが、ちょっと恥ずかしいレベルの事実誤認なので確認しておきましょう。昨日あなたがポストをした段階で、すでにキーウ、オデッサ、ドニプロ、ハルキウ、リビウが攻撃対象になっていました。自分の見た限りとは随分お狭い範囲だったんですね、と。いうことでね、自分の、見た限りではキーフの工場や兵器デポへの攻撃の主体だったと思うがとかいうね、そういうね、またデマツイートしてるんですねこいつね。はい。で、続けてですね、東野先生こう言ってます。そして何よりもロシアはめちゃくちゃ遠慮して攻撃しているように見えるのですか、と。いつもながらロシアに優しい味方でいらっしゃるのですね、と。でも自称ミリュートさんに、意見申し上げるのははばかられるのですが、これは一重にウクライナでは限定的であった防空システムが機能し、ガザにはまともに防空システムがないという違いが大きいのであり、だからこそウクライナは158回の攻撃中114回の攻撃を防御できた、ウクライナ当局各国ウクライナ当局の発表ではないでしょうか、と。これ本当に配慮の問題なんですか、と。死者12人だけと、だけとね、最終的には少なくとも30人、亡くなり、160人負傷とのことですよ、と。他人の命を大事に守るはずの医療関係者さんが死者12人だけとはいつもながら驚くばかり。もちろん医療関係者が人格高潔とは限らないということを身をもって示してくださっているのですよね。お疲れ様です、と、皮肉交じりのですね、まあコメントを、まあ、しております。まあ、東野先生のお怒りもですね、非常によくわかりますよね。で、なお、さらにですね、まあ、なおのこと、まあ、腹立つのがね、朝日新聞と毎日新聞ですよ。前回のね、パトリオットミサイルの供与に対してね、パトリオットなかったらウクライナのことこうやってなくなってんですよ、リアルに。ね。その、どの口がね、そういう、まあ、残酷なことを言えるんだと。これマジでね、社説で謝罪もんだと思うんですよね。縮小団の団長でいつも代わりに謝ってますけど、そういう問題じゃないと思いますよ、今回は。本当にマジで。こんな大規模な攻撃が行われたということに関して、ね。しかもその攻撃が行われる直前のね、日本のパトリオットミサイル、そのまあ、アメリカへの輸出に関して、あれだけネガティブなこと言ってたのが、こういう結果ね、重大な結果招いてるわけですよ。亡くなった命帰ってこないわけですから、朝日新聞ちゃんと反省した方がいいですよ。三語どころの話じゃないんだから、これ。ほんと人亡くなってんだからさ、ひでえな、と、いうふうに思いました。で、まあ、さらにですね、東野先生ね、怒り冷めやらず、この後いろいろ、まあ、投稿されてるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、この投稿すごい大事なんで読みますけど、ウクライナの限定的な防空システムを持っているのだし、全土ではないので、今回のような攻撃は防ぎきれないという基本情報を確認することを期待するのは諦めたと、こういう人に対してね。言った言葉は自分にも跳ね返ってくるんだけれども、40半ばでそれができない人に期待するのも諦めた。なのでまあ自分の研究頑張ってくださいよって、なんかもう本当にぶん投げてますよね。私もでも朝日新聞に対してね、同じ気持ちです。はい。その平和とね、お気持ち唱えてるだけでさ、平和が来るなら苦労しないんですよ。実際にウクライナ人をね、ね、そうやってさ、ね、攻撃してるテロリストみたいな国あるわけでしょ？ね、リアルに目の前にいてね、そこでその平和唱えるだけでさ、攻撃やめんのかって話でね、お前それロシアに行って、ね、言ってこいみたいな話なんですけど、まあ相変わらずですね、日本国内だけにしか通じないね、まあお仲間のロジックでこうなんか、同調圧力かなんかよくわかんないんですけど、やってるわけですよ。まあ普段ね、人権がとかね、人の命がとか言ってる新聞がね、まあ、このね、もう完全にダブスターでしょ？ウクライナ人に対してはこういう冷たいこと平気で言うと。本当恐ろしいなと。まあ昔ソ連を応援してたヨシミでロシアを応援してるんだとしたら、ね、もうこれお気持ち以外でも何でもないしさ。ね、そんな人たちは憲法守れんですかみたいなね。まあそういうことですよね。憲法にはね、ちゃんとね、国連憲章とね、調和するような内容が書いてあるわけよ。篠田先生の本読んでみと。ね。それ指摘したら東大憲法学が何も反論できなかったと。この事実ですよね。この事実をもってしてもですね、まあ日本もウクライナ支援ね、やれることも全部やるべきだし、パトリオットどころかね、戦車も出してもいいんじゃないかなとかね、本当に私思います。本当にひでえ攻撃でした。はい。ということで、今日の内容ね、興味深いと思った方ね、ぜひね、まあ朝日新聞への怒りも、まあそうですけれども、ね、高評価のボタンとチャンネル登録ね、さらにコメント欄に、あ、こっちはね、ね、コメント欄に感想など書いてください。あとよかったらね、ロシアへの抗議も込めてね、この動画を拡散していただけると本当に助かります。
はい、まあ、そういうね、いわゆる、進路派のね、デマに負けずね、真実を発信していきたいなと、思ってます。ぜひ応援してください。サインクスボタンと、あとまあ、私のやってるね、オンラインサロン、八重洲イブニングラボにも来ていただけると嬉しいなというふうに思います。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。